フンゴとエンドラハトゴールメールらの航路ヤコブルメールはオランダの航海者である南米を回る新航路でジャワ島へ出したアントワープでバロン出身の裕福な商人イサークルメールの22人の子供の一人に生まれたイサークルメールはオランダ東インド会社の設立者の一人であったが東インド会社と紛争を起こして1605年に脱会した後 別の貿易会社、オーストラリア会社を設立した。国策会社の東インド会社と対立していたにも、かかわらず、政府から4回の航路探索航海と、航量貿易航海の許可を、政府から得ることができた。東インド会社が権利を持つ、希望本経由や、マゼラン海峡を使わない航路を探すための航海に、2隻の船ホール号とエンドラハト号を準備し、 息子のヤコブルメールと経験豊かな貿易船の船長で新会社の株主のスホーテンを託した。ホールン号とエーンドラハト号は1615年6月14日にオランダのテセルを出発し、1616 16年1月29日にマゼラン海峡より南のホーン岬を回る航路で太平洋に入った。笛ゴ島とロセス,スタードス島の間の海峡は、 ルメール海峡と呼ばれることになった。太平洋ではトンガを1616 16年5月に発見するなどしながら1616 16年10月にジャワに到着した。ジャワでは大体の航路のあったことを信じない。東インド会社の役人に逮捕されて、二人の船長はオランダに送り返され、船は押収された。ヤコブルメールはこの送還中に31歳で死亡した。 イサークルメールは裁判を起こし、3年の裁判の後勝訴し、東インド会社は船と積みに資金を弁済し、ルメールらが新しい航路を発見したことが認められた。ありがとうございます。